2019年の秋に始まるアニメ。はい。今のところ、まあ、ものによるけど、第1話、第2話ぐらいまで放送されたものがある中で、はい。まあ、今のところの感想を、まあ、自分勝手に適当に述べていこうと思います。はい。ちなみに、DKさんは、今期なんか見てる作品ってあります？うん、全部見てますよ。マジか。まあ、じゃあ、適当に、何を話すか、まあ、最初にタイトルだけババーって言いますけど、はい。放送順で、はい。新潮勇者、この勇者が俺強い。はい。くせに新潮すぎる。はい。あとは、俺を好きなのはお前だけかよ。はい。次に、旗揚げ獣道。はい。なんか、すごい、今言った三つ、ラノベ感が強いよね。確かにね。あと、まあ、次もすげえラノベ感が強くて、はい。超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです。ほう。次が、放課後サイコロクラブ。はい。あと、ハイスコアガールズ。確かこれ、一期がもう放送が去年終わってて、うん。まあ、最終話の13、14、15話。はい。あ、なんか、後から、OVA かなんかで出たやつがテレビで放送するってやつかな。はい。あとは、アイカツオンパレード。参りました、イリマク。はい。フェイトグランドオーダー、いわゆる FGO。はいはい。あと、僕たちは勉強ができないの2期と。うん。あとは、私能力は平均値でって言ったよね。うん。あとは、ゼクスコードリユニオン。うん。次に、本好きの下克上。はい。あとは、ライフルイズビューティフル。はい。ここまでが、まあ、ざっと序盤だけ見た作品。はいはいはい。まあ、ここを軽く、まあ、どんな感じだったかなっていうのを話していこうと思います。わ、はい、かりました。今タイトルだけバババって言ったけど、うん、なんか気になる作品は何かあったり。アイカツはこれ、新しいやつだよね。そう、アイカツの新しいやつ。アイカツオンパレード。うん、なんか、アイカツディケイドとか、ジオーとか言われてるけど。そう、多分、これ、見た人の年齢によるのかな、うん、ディケイドを知らない世代。ディケイドってもう10年以上前だ、10年前か。うん。だから、ディケイドを知らない人うん。まあ、この前言ってたアイカツジオーも、うん、過去の間の力もなんちゃらかんちゃらだったから、うん、ディケイド知らない人は、アイカツジオーだ、アイカツジオーだ、って。うん。ディケイドしてる人は、アイカツディケイドって言ってて、うん。まあ、勇気だなんちゃらっていう話もちょっと聞いたけど、うん、まあ、とりあえず、アイカツオンパレードから言うと、うん、去年放送してたのが、アイカツフレンズ、うん。で、まあ、フレンズの主人公二人組のもとに、新しい後輩が入ってきましたと。うん、はいはい。で、新しい後輩は、うん、のお姉ちゃんが、そのアイカツシステムに携わる仕事をしてる人みたいで、うん、まあ、なんか主人公に特別なカードを与えて、うん、で、主人公が、その、まあ、アイカツで言うと、アイカツはカードをスキャンしてドレスアップするんだけど。アイカツシステムってはそういうものなのね。まあまあまあ、そういうもの、アイカツっていうの知らない人からするとわけわかんないかもしれないけど、うんうん、カードをスキャンしてドレスアップしてライブをすると。つまり、カードをスキャンすると、そのカードごとにいろんな衣装が出てきて、その衣装、うん、そのカードをスキャンすると、そのカードに書かれた衣装が出てきて、それを着て、何かそのアイドルとして、そのコンサート出たりとか、ライブをしたりするっていうことなのかな。まあ、で、新作の、主人公のお姉ちゃん、うん、そのシステムエンジニアみたいな演出があって、うん。で、まあ、で、その主人公がライブ終わった後に、はい、なんか目の前に不思議なゲートが現れて、はい、そのドアに入ったら、はい、まあ、アイカツシリーズっていうと、大きく分けて3作目、うん、3シリーズ目、はい、なんだけど、うん、まあ、過去のシリーズの世界に入っちゃいましたっていう。なるほど。じゃあ、ライブをしてて、開いた、突然、どこでもドアみたいなのが現れて、そこに行くと、その、昔のシリーズですね、だから。昔のシリーズは、うん、まあ、いわゆる異世界。異世界だよね。だから、前のシリーズと世界観が繋がってないんだね。うん、そう、うん、そう、アイカツシリーズは毎回世界観が繋がってないんだけど、うんうん、その、まあ、元のアイカツのシリーズの世界に行っちゃって、はいはい。で、そこのアイカツの世界には、アイドルオタクが当然いて、うん。で、この自分が知らないアイドルがいるなんて、みたいな、うん、まあまあそこら辺はどうでもいいんだけど、うん、話は、はい、単純に面白くない。はぁ、あ。なんていうのかな、うん、アイカツってアイドル、はい、アイドル活動を頑張って、その高みを目指すというのが、はい、まあ、毎シリーズごとの売りだったんだけど、はい、なんか主人公の成長じゃなくて、今作は、はい、さっき言ったアイカツディケイドとかアイカツジオ、はい。仮面ライダー知らない人に説明すると、うん、まあ説明しなくてももう話聞けばわかると思うけど、
まあ、過去作の、過去の主人公がもう一回出てくるっていう、お祭り、はい、お祭りな感じなわけよ。なるほど。だから、まあ、アイカツの、まあ、前の主人公、二次の夢とか出てきて、はい、で、それが前、前作の主人公と前々作の主人公が顔を合わせて、はい、え、あなたたちもアイドルなの、はい、お互いにライブをやってみせて、はい、うわーすごいというね、はい、アイカツシリーズを見てきた自分としては、とてもとても面白い。はい、ただ、話は面白くない。つまり、まあ本当に、アニメ一本のね、主人公を軸にした成長物語というよりも本当に今までの人を、その主人公を通して今までのキャラクターを見ていこう。その夢の共演を見ていきましょうという。そう、あ、そうですね。そう、うん、ファン向け。はいはい。で、あとそのせいで、まあ、前作、前々作の主人公が強すぎるせいで、今作の主人公がちょっと弱くて。うん、はいはい。まあ、弱いがゆえにどうやってキャラを立てるかって時に、はい、何にも、その、物おじしない。うん。だから、なんか、ドアがあったら開けちゃいます。はい。ボタンがあったら押しちゃいます。はい。気になることがあったら突っ走ります、はい、っていう主人公のせいで、主人公がちょっと頭残念な子かなって。ちょっとこれ感情移入しにくいなっていう、まあ、主人公が残念以外は、はい、まあ、まあ歴代ファン向けにすればまあ楽しめるかなと。まあでもほら、昔のやつを見に行くっていうさ、ちょっと異世界ものに入っちゃってる、異世界に行くっていうものになっちゃってるから、まあ、それぐらいの行動力がないとお話を進められないのかもしれないけどね。まあこれもある意味異世界転生ものかなと。うん、転生ではないな。あ、転生じゃない。死んでないからね。まあ、うん、まあとりあえず今後どうなるかが気になる作品ってのが、うん、アイカツオンパレード。まあここから個人的には好き、うんうん。なるほど。ここから主人公がね、どういうふうに化けてくれるかがちょっと楽しみなシリーズということでね。うん、ね。なるほどね。で、続きはですね。パレードの次は何が気になるかな、まあ、何もなかったら時系、放送順に俺適当に行っちゃうんだけど。ああ、じゃあそれでお願いします。確かどれだったかな、うん、10月2日に始まった、うん、新潮勇者。新潮勇者、はい。先に言っとくけど、うん、異世界ものってすごいインフレしてるでしょ。うん、インフレっていうのかな、ありきたり、ありふれちゃってる。はいはい。から、異世界転生 の、 カウンターとかアンチテーゼやってきてる、うん。はいはい。でまあ、この新潮勇者っていうのもそのアンチテーゼとかカウンターのうちの一つなんだけど、はい、まあ、主人公、新潮勇者、この勇者が俺強いくせに新潮すぎるってサブタイがついてる通り、はい、主人公はまあ当然のように異世界に転生しますと。あ、これ原作のタイトルはむしろその、この勇者が俺強いくせに新潮すぎるが正式タイトルみたいね。あ、そうなんだ。そう、テレビアニメではその新潮勇者で、その、この、原作の本来のタイトルがサブタイトルになってる。あ、そうなんだ。うん、まあ、ちなみにこのタイトルにある通り、うん、まあ、とりあえず勇者が転生して、超強いの、うん。はい。超強くて、もう魔王ぶち殺せるかどうかはわかんないけど、はい。まあ、とりあえず基本負けはしないぐらい強いんだけど、ものすごい慎重だっていう。あー、用心深いと。用心深い、そう、はい、第1話でスライムが現れたの。うん。で、そこに、最強魔法をぶっ放してスライムぶっ殺すの。はい。ただ、そのスライムの残骸からスライムが復活するかもしれないから、はい。用心として最強魔法をもう5、6回ぶっ放しとこうと。はい。で、やるような、まあ、ギャグ調の作品だよね。なるほどね。やりすぎだってことね。うん、そう。で、主人公は至って真剣、すごいシリアスなイケメン。はい。で、あとは、この世界も、さっき言った、異世界転生系を皮肉ってるっていうのかな。はい。もう、初っ端からなんで転生するかってとこから始まって、はい、それはもう神様たちがいる世界で、はい、でもうたくさん世界があると、はい。で、その魔王に侵略されて世界もたくさんあって、はい、でその魔王のレベルに合わせて、はい、難易度が ABCD で、ABCD か1、2、3、4か忘れたけど、はい、とりあえず難易度が決まってると。はいはい、で、まあ、で、その神様が勇者を呼んで、その世界の魔王を倒させると、はい、神様としてランクが上がると。ああ、なるほどね。うん。で、そんな中で、まあ、新米の神様。ちょっと待って、神様としてランクがあるってことは、神様の上に超神様がいるってこと？上司が。いる。まあ、日本ならではのね、うん。八百万の神の概念がある。日本がいるから。うん。で、まあ、その中で、比較的、うん、まあ、新米の女神がいて、はいはい。
で、じゃあ、今回その、一番その、世界を救うのが難しい。うん。魔王が強くて難しいランクの世界を救うのを、はい。ちょっとこの新人女神に任せようと。はい。っていうところから始まって、はい。で、その新米女神さんは、はい。なんでこんな難しいの私に任されちゃってんの？はいはい。まあ、じゃあとりあえず異世界から勇者を呼びましょうと。はい。で、時、もうすぐここから先メタ発言で、はい。あの地球という星の、はい。世界の、日本という国では、はい。異世界転生ものの小説が流行ってるから、はい。あの、まあ、日本という国から呼んだ勇者は、すぐ世界に適応できるんだと。はい、なるほどね。その、まあ、そのさらに日本人の中で、ステータス高いやつ読めばいい楽勝でしょうと。はいはい。言って、あの、まあ、まあ、みんなレベル1なんだけど、はい。まあ、日本人はみんなレベル1の中で、はい。レベル1とは思えない、すごいステータスが高い人を見つけたの。はあ。じゃあ、こいつ呼んじゃえって呼んだの。はい。で、呼んだのが、展開に呼ぶわけね。ほう。で、展開に呼んで、あなたはこうこう、こういう理由で呼ばれましたと。勇者として活躍してくださいね、と。呼ぶってことも殺したってことだけどね、多分。転生ってことは。まあ、呼ばれた。殺したんでしょ死ぬ描写はなかった。けどまあ、殺したんだよね、多分ね。いや、死なない異世界転生もいっぱいあるから。あ、そうなの？リゼロとか死なないで異世界転生したし。あ、そうなんだ。へぇ、後から言うけど、うん、今期やってるどれだったかな。うん。旗揚げ獣道も死なずに転生してるから。あ、そうなんだ。なるほど、ね。まあ、とりあえず世界に呼んで、うん。ただ、こいつが、まあ、まあ、身長、すごい身長で、はい。じゃあ、異世界に行くのはいいけど、うん、まずトレーニングをさせてくれ、つって。はい。で、仕上がったら女神呼ぶから、うん、俺だけの部屋に入れろ、つって。はい、勇者として召喚されてはいる。ひたすら筋トレして。うん。あ、ちょっとごめん、ごめん、ちょっと待って、今ちょっと音途切れたから、あ、うん。トレーニングのところから、ちょっと待って。まあ、まあ、その勇者として呼ばれた人が、はい、まあ、異世界に行って勇者として働くのは心得たと。はい。ただ、それまでに準備をさせてくれと。はい。というわけで、個室にこもって俺はトレーニングするから、はい。俺がよしと言うまで女神様は入ってくるなと。はい。って感じで一週間ぐらいトレーニングした。一週間だったかな、何日か忘れたけど、トレーニングして、ステータスをすぐ爆上げして、はい。はい、異世界に行きましたと。はい。で、まあそこで出てきた、まあ、雑魚的相手に、はい。協力魔法を連発して、はい。で、まだ死んだとは限らないから、つっても、もう炭にするまで、この火の魔法バンバンバンみたいな。おお。で、これでようやく雑魚モンスター一匹倒したな。ひどい。うん。まあまあ、ギャグ要素が強い。はいはいはい。まあ、当然、敵の方もギャグ要素が強くて。はい。あの、ほら、RPG のお約束ってあるでしょ？なぜか主人公って弱い街からスタートして。うん。で、順番にちょっと強い敵と戦って。はい。で、十分強くなったら四天王とかと戦うじゃん。そうだね。うん。当然、この世界、魔王も、なんか、ギャグに走ってて。はい。あの、勇者が現れるなら辺境の街だろう。はい。辺境の、街に四天王放ってんの。ああ、よくあるやつね。最初から強いやつが倒しちゃえばいいじゃんっていう。そう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 。ね、うん、もう完全ギャグだよね。うん、あの、メタ的な設定で。うん、で、この新潮勇者のもとに、はい、第1話で四天王が現れます。はい、で、まあ当然、あの、まあ、いかにパワーアップした主人公だとしても、はい、ちょっと四天王はさすがに勝てないからさ。はい、展開に逃げ帰るの。うん。で、展開に逃げ帰って、うん。筋トレをするの。ほう。レベルを上げて挑まなければならないと。うん。あ、ちなみに展開と人間界が時間の進みが違うらしくて。うん。あの、10倍だか100倍だか違くて。うん。まあ、だから、展開で十分に強くなってから、四天王に戦いを挑むと。ほう。って感じで。たら、あの、四天王がね、うん。ほら、主人公が最初に現れた街ってあって。はい。で、まあ、勇者が現れなければ。はい。もう10分に1人人を殺すと。はい。たら、女神様大慌てよ。はい。
召喚した主人公が戦わないと、まあ、人が死ぬのは女神としては、はい、あの知ってんだから知ってん失策だから、はいはい。人が殺されるから早く死なさいと。はい、いや、でもほら、人間界の展開って時間の進む速さが違うんだろうと。はい、10分だろ、うん、10分ってことは展開で16時間ぐらいになると。はい、トレーニングさせろ。はい、つってトレーニングしまくんの主人公が。おで、レベルを上げて、うん、で、まあ、四天王を倒します。16時間でなんとかなるのもすごいけどね。まあそこは主人公は強いから。うん、で、もう四天王を倒すのが第2話なんで。うん、で、まあ、勇者様すごいですって街の人がうおーってなるんだけど、うん、まあそこし、あの、主人公ちょっと慎重だから、うん、あの、ほら、四天王を倒した、その、うん、まあ火の魔法で倒したの。うん、燃えかすがあって、燃えかすから復活するかもしれないから、うん、燃えかすをもう一回燃やそう、うん。まあ結果として街燃えちゃうんだけど。うん、まあまあそういうギャグ調だよ、ね。なんだったかな確かこれあの、なんかギャグ作品かなんか原作で書いてる人が、うん、元でやってたやつのコミカライズだった気がする。コミカライズなんだ。はい。でこれがあの、本当あの、うん、まあ、ナロー系を皮肉りまくりで面白いという、ね。ああ、なるほどね。うん、ただ、だから、いきなりこの作品だけ見て面白いよって進めるのはかなりきつくて。ああ、いろいろナロー系を見てると面白い。そう。ナロー系のご都合主義に辟易した人には進められて面白いね。うん、あれがね、だからね、あの、アキバレンジャーを、それだけ見るのはあんま面白くないってことで。うん、そんな感じ。仮面ロリダーを仮面ライダー見ないで見るのはちょっと違うよねっていう。そうそうそう。オースティン・パワーズをジェームズ・ボンド見ないで見るのと違うし、スペースボールをスター・ウォーズ見ないで見るのともまた違うみたいな、うん、そういうところに行くわけですね。まあね。でもわかんないとわかるこれ。わかんないけど、うんうん、個人的にはだから新潮勇者の1話2話は面白かったところ、うん。おー。3話目以降どうなるかなって感じかな。うん、だからもうパロディにされるぐらいね、もうこのジャンルが、なんかもう、一般化したっていうかメジャー化したってことだよね。じゃあ次の作品に行くけど、うん、まあ次の作品も、うん、次の作品は俺を好きなのはお前だけかよ。うん、これもあのラノベ系で主人公モテモテハーレムに対するカウンターだよね。うん、あ、そうなんだ。これ1話ネタバレバリバリしちゃうけど、うん、主人公には幼馴染がいますと、女の子の幼馴染。ああ、よくあるやつだね、うん。あと主人公は生徒会の初期で、うん、生徒会長が超美人な先輩です。ああ、あるね。うん。であと、主人公の、昔からの、まあ、同性の男の友達がいて、野球部のエース。あ、まあ、ここまで言うとよくある感じなんだけど。そうだね。うん、まあ、で、主人公が朝ね、あの、幼馴染の女の子と一緒に登校すると。うん。で、女の子すごい抱きついてきて、うん、まあ、主人公くんと仲良くなるのはすごく良かったとか、主人公くんさすがみたいな感じで。ああ。主人公にめっちゃくっついてくるの、幼馴染ちゃん、うん。で、まあ学校について、まあ野球部の幼馴染と、うん、女の子の幼馴染と主人公3人はちっちゃい頃から仲良くしてたって話。はいはい。うん、で、女の子が、なんだろう、いつかこういう関係も終わっちゃうのかなみたいな。うん。で、まあ主人公はずっと一緒だろうな、つったら、うん、幼馴染ちゃんがちょっとポッと頬を染めたりとか。うん。あのね、だんだんね、その話だけ聞いてて、だんだんね、うん、あ、もしかしてと読めてきたんだけど、まあ続けて。うん。まあもしかしての、まあ、さっき、うん、ラノベのカウンターって時点でもしかしても何もないんだけどね。うん、うん、もう俺もなんか結構読んでる。てかね、あの、さっきほら設定上さ、全部見てますから嘘がバレるよね、今ね。あの、でもね、なんとなくね、なんか、うん、分かってきたで、それで続けてて、予想が当たってればいいな。うん。外れた場合はね、俺の予想言うから、後で。うん。まあその後あの主人公は生徒会の初期やってるから生徒会長と生徒会室で二人きりになるわけよ。はいはいはい。で生徒会長も主人公にぐいぐい近寄ってくるわけね。うん、うん。であとその時に、うん、生徒会長に今度の土曜日二人で出かけましょうと誘われるの。もう生徒会長は学校一の美人さんです。はい。うん。でその後幼馴染にも、うん、出かけましょうと誘われるの。はい。いいね。うん。ただ土曜日はちょっと予定があるから日曜日にしてくれと。うん、はい。ただ、幼馴染は、じゃあ日曜日ね、オッケーってしてくれるの。はい。ってわけで、主人公は、うん、土曜日に生徒会長の超美人とデートしますと。おー、いいね、うん。
手がパロディーとか、なんか、エロゲーのパロディーでもあるよね。なんか、ラノベというかね。うん、そこまで。で、まあ、散々回った後に、最後、ベンチに座って、うん、その、生徒会長がベンチに座って、うん、隣に主人公くん座ってると。うん、でも、まあ、ここだけの話だと、私好きな人がいるのと。うん、でも、主人公に告白しそうな雰囲気になるわけ。うん、ただ、主人公くんの幼馴染の野球部くんがすごい好きなのと。あだから、で、うん、主人公くんはその野球部くんと親友同士なの。うん、だから、どうにか仲を取り持って、うん、で美人の生徒会長に言われるんだよね。はいはいうんまあ、主人公は、うん、これ俺に告白くんだろうと思ってたら、うん、まさかのね、幼馴染かよみたいな。まあ、アニメのキャラだしね。でも実際そっちだよな、リアルに考えると。野球部のエースだよな。モデリのはね。うん、まあ、それが土曜日の話。うん、で、次に、幼馴染。幼馴染っても約束してて、それが日曜日だけど、うん、まあ、日曜日に幼馴染と二人きりでお出かけしますと、女の子。はいはいはい、うん。すごい楽しく過ごしましたと。うん。ただ、幼馴染がベンチに座るわけよ。うん。で、隣に座ってって。うん。これ、はっきり言うと、その前日の先輩と話した時のまるっきり同じ描写の、まあ、同じ角度。だから、映像的に韻を踏んでるわけだよね。うん、同じカメラワークで。うん。で、セリフも同じ。うん。幼馴染くんに言いたいことがあるんだけど、うん、私好きな人がいるの、セリフも全部同じ。うん。うん、で、私野球部くんが好きなのと。はぁ、はぁ、幼馴染でずっと一緒にいるけど、ちょっと今の関係が終わるのが怖いからなかなか伝えられなくてと。はいはいはい。主人公と野球部くんは、親友同士で仲を取り持って。はいはいはい。うん。ちなみにその、生徒会長の先輩も幼馴染ちゃんも、うん。主人公に対してすごい距離が近くて、うん、おっぱい押し付ける勢いで抱きついてきたりするわけよね。あはいはい。で、主人公がそのおっぱいの圧力に負けて、うん、分かった、俺に任せとけって二人ともに対して俺に任せとけって言っちゃう。はい。で、うん、やべ、どうすんだってなる。うん。まあだから、生徒会長と幼馴染二人に、そのことの顛末を全部話して、うん。だから、俺はお前たち二人どっちもにも協力するよという話で。うん。そうだね。うん。で、やべ、どうすっぺーっつったら、まあ、図書館に行くわけ、主人公が。はいはいはい。そこに、メキネをかけた図書委員長みたいなのがいて。はい。で、図書委員長に同じように話があるのと呼ばれるの。はいはい。で、ベンチに座れと言われるの。またね。うん。意を踏んでくるわけだ。うん。そう。またこいつ野球、またこいつも野球部とあれだろ、みたいな。うん。と思ったら、その、図書委員長ちゃんは、主人公のことが好きですと。はい、ああ、はいはい。まあ、ただその図書委員ちゃんは、すごい地味で、あんまり可愛いタイプではないんだよ。はいはい。で、あと、主人公は、幼馴染とか、はいはい、委員会の先輩が好きだったの。はい、うん。図書委員ちゃんは全然好きでも何でもねえの。ああ好きでも何でもない女に好きって言われちゃったと。はい。で、しかもその図書委員ちゃん、割とストーカー気質で、うん、主人公くんは、うん、幼馴染ちゃんと、うん、生徒会長ちゃんのことが好きなんでしょと、私知ってるわと。はい、この前二人で出かけたも知ってるわと、はいで。しかもその二人は野球部くんのことが好きだっていう告白をされたことも知ってるわと。はいはい、あなたはそれを手伝ってるのも知ってるわと。はい、まあ、なんだったら、その手伝ってあげるから、はいあなたは私と仲良くしなさいみたいな命令をされるのね。はあ、なるほどね。うん、はい。まあよくある。で、あと、まあ主人公は自分で言うんだよ。うん。自分が見てきたラノベとか漫画とかのハーレムものは、はい。もうやれやれ系の主人公で鈍感な奴が多いと。はい。だから俺はやれやれ系で鈍感なふりをしてきたのに。はい。なんで俺じゃなくて幼馴染の野球部野郎がモテるんだ。やれやれ系の鈍感野郎は実際モテねえからだよ。まあ、という、そういう話だよ。あ、ごめん、全然俺、予想外れちゃったわ。え、どういう予想だったの？俺の予想は、それで、その野球部に、あいつらがお前のこと好きだって、俺はどうすればいいんだって言ったら、うん、俺はお前のことが好きなのにっていう展開だと思ってた。そっちだと思ってた。そういうのじゃないよ。いや、ね、そういうパロディーかなと思ったの。でもね、今時ほら、それさ、BL とかなんて珍しくないしさ。うん、うん。なんだほら、その声優、男性声優同士が仲良くしてるとほら、ファンがツイッターでさ、うん、尊いとか言うじゃん。おうおう。だそういう流れかなと思った、俺は。逆に。多分それ、ニアのネタバレ入ってくんだけど。これ、マジで？うん。
まあ、その、図書委員ちゃんが主人公のことが好きだと。うん。で、主人公は、その、生徒会長ちゃんと幼馴染ちゃんが、野球部君が好きだから手伝ってるんだと。うん。で、図書委員ちゃんはそのことを知ってると。うん。だから、主人公が、うん。まあ、ほら、主人公ってこと、言われたら断れないタイプの人間だからさ。うん。まあ、その、幼馴染ちゃんと生徒会長ちゃんのどっちかと野球部君がくっつけば、うん。主人公の悩みは解決するでしょう。はいはい。で、解決したら図書委員ちゃんと主人公くんはずっと一緒にいられると。うん。だから図書委員ちゃんは主人公の恋の応援を応援しますと。はいはい。で、図書委員ちゃん協力してくれるの。うん。まあ協力っていうか、まあ、図書委員ちゃんすげえド S だから、うん。今日の成果を報告しなさいみたいな、上から、すげえ上から目線だ。メガネを、メガネ。うん。っていうかさ、ちょっとリアルだと思ったんだけど、結構話させるもんだけど、その、うん、ほら、やれやれ系とかそういうなんか積極的じゃないやつ、うんうんうん、まあ、むしろそういう女にモテるよね。その、私を引っ張ってあげたいとか守ってあげたい系の女の子には好かれないよね。うん、むしろそういうド S の女に好かれちゃいますよねって思って、リアルだなと思いましたね。で、うん、でまあそのド S の女が結構ね、いいアドバイスをくれるの。はいはい。まあ、幼馴染ちゃんと、はい、あの、生徒会長ちゃんに、はい、好かれてる野球部くんがいて、はい、どうすりゃいいのと。はい。言ったら、その図書委員ちゃんが言うんだよ。はい。野球部くんは好きな女いないのって。はい。で、主人公が、野球部くん呼び出して、はい。お前好きなやついないはい。いいのはい。聞くの。はい。たら、まあ、こっから、まあ、ギャグパートなんだけど、はい。さっき言った1話で、幼馴染ちゃんとか生徒会長ちゃんが、はい。好きな人がいてねって主人公に告白するシーン、あの、主人公、はい、に伝えるシーン。あるね。と、オマージュが野球部、はい、同じことやって。はい。ベンチ、野球部が座って。はい。まあ、隣に座って、主人公が促して、はい。はい。実は俺、好きな人がいてさ。はい。っていう、まあ、同じアングル、同じモーションで。はい。で、やった時、その、好きだっていう女が、はい。図書委員ちゃんだったの。ああ、まあ、そう来るわな。うん。うん。図書委員ちゃんは主人公が好きで。うん。主人公は生徒会長と幼馴染が好きで、うん、その二人は野球部が好きでっていう、まあ、ループだよね。はい。で、野球部は、うん、主人公に対して、まあ、誰だったかな。その、図書委員ちゃんは先輩なんだよ。うん。お前あの先輩と仲いいかと。うん。なんなら俺の恋に協力してくれないかと。はあ、だから主人公って断るんだよ。うん。いや、それは、うん、みたいな。はいはい。ただ野球部が野球に例えて、はい、あのもしもその西満塁で9回で裏で、はい、でこれは西満塁じゃないか、とりあえずあの、うん、すごい強敵がいたらこれは敬遠するべきか戦うべきか、はい、で聞いたら主人公は俺なら敬遠しちゃうけど、うん、お前なら本気で戦うだろ、はい、っていうようなことを主人公が言うの、はいはい、まあ主人公はこれ野球の話として受け取るんだけど、はい、野球部としては、はい、恋バナを野球に例えただけだったの、はいはい、だから主人公は俺の背中を押してくれたと、はい、俺は全力で図書委員ちゃんを口説きに行くんだと、はい、だからでその野球部くんと、はい、あ幼馴染ちゃんも当然野球部くんと仲いいわけだから、はい、野球部は幼馴染ちゃんに対して、はい、俺図書委員ちゃんが好きだから応援してくれって言いに行く、はいはい、でさらに生徒会長に対しても最近仲良くなって急に距離詰めて、はい、生徒会長に対しても、はい、俺図書委員ちゃん好きだから応援してくれって言いに行くの、はい、ってなったらまあ、幼馴染と図書委員ちゃんがちょっとブチ切れで主人公に詰め寄るの、はいはい、野球部くん他に好きな女いるじゃん、はい、主人公くんそれ知ってて黙ってたの、はいと、まあ、そんな状況で、うん、まあ、主人公は図書委員ちゃんに呼び出される。はい。で、まあ、図書委員ちゃん、ド S だから、うん、何恋愛相談面白くなってきたでしょふふふみたいな。はい。で、やってる場所に、野球部と幼馴染と委員長はみんな、はい。同時に押しかけるようになってて、はい。で、野球部が主人公に聞くんだよ。はい。お前、図書委員ちゃんと仲良くないって言ったけど、なんで二人きりでいるんだよ、と。はい。
はい。というところで第2話が終わりました。ああ、なるほどね。つか話をなんかぐだぐだ1から10まで語ったからなんか冗長しすぎちゃったな。ああ、でもあれだね、なんかね。まあ、ちょっと自分の予想とは違ったけど、うん、じゃあ主人公好きなのは図書院ちゃんだけ。そう、だけ。で、図書院ちゃんも、メガネの地味っ子っていう。これ今、画面見てるけど、三つ編みっぽい。そうそう。え、なるほどね。三つ編みほどいてメガネ取ったら超美人間違いないよ。まあ、当たり前でしょ。うん、まあ作中では地味っ子って扱いで、誰にも相手されねえよって女が。なわけねえよって。うん。まあこれは今期そこそこ面白そうかなって。なるほどね。うん。あと、絵がブリキさんだからね。あー、なるほどね。うん。うん。だからまあその原作の絵も、絵の人気もあるからね。あー、なるほどね。あとは、じゃあ次。割とおすすめってことね。旗揚げ獣道。旗揚げ獣道、はい。獣ってついてんけど、獣フレンズは全然関係ないです。そうですよね。これが、もう2話ぐらいまで放送されてんのかな。うん、プロレスラーが主人公で、うん、はい、動物大好きです、うん。で、プロレスラーの頂点に立ったら、ペットショップを経営するんだって夢を持ってたの。はいはい。あ、ちなみに俺これは前情報を一切知らずに見たからビビったんだけど、うん、プロレスラーが、プロレスで頂点乗ったら、ペットショップを経営する。だから、獣道なのかなって思ってたら、はい、なんと異世界転生ものでした。マジか。プロレスの、その、最強のプロレスラーを決める大会で、ボディープレスをやろうとした瞬間、はい、コーナーに立って、はい、ふわーって飛んだ瞬間、はい、異世界に召喚されちゃったの。あらあら。うん、だから、え？ボディープレスの瞬間に消えた？あいつはどこ行った？ってなっちゃった。うん、で、主人公はパンツ一丁の、はい、あ、覆面レスラーだったんだけど、はい、だから、その、ライオンみたいな覆面被ったパン一のおっさんが異世界に転生しちゃったの。うん、で、そこで、まあ、魔術師に囲まれた状況で、はい、で、そこにお姫様がいて、お姫様があなたは勇者様ですね、と。この世界を救ってください、と、はい。で、この世界には魔獣がいるから、魔獣たちを殺して、みたいな。はいはい。こと言われたら、主人公は獣大好きの獣だったの。おう。獣を殺すとは何事かっつって、お姫様にジャーマンスープレックスをかます。うん、こいつ、そいつはそれでどうかしてるけどね。うん。また、お姫様に何たることかっつって追われる身になっちゃう。お姫様がその、見ず知らずの女の子に、まあ、たとえその子が過激なこと言ってても、突然ジャーマンはダメだって。うん、で、まあ、城下町に逃げてきたか。うん。うん、なんだこの世界はって当然なるわけ、うん、で、すみませんがって町民に話しかけると、うん、パン一の覆面レスラーだよ、うん、みんなうわーうわーって近寄ってこない、うんうん、で、あ、なるほど、覆面を被ってる場合確かにダメだなっつって、うん、ただ覆面レスラー覆面の下見られたらまずいから、うん、一回その街角のに隠れて覆面を取るわけよ、うん、で、覆面を取れば俺はただのなんとかかんとかだみたいな名前言い出して、うんうん、で、その状況で、町民にまた話しかけに行くわけ。うん、パン一で。うん、ただ、また町民が、うわーうわーって、うん。ただ、城の兵士たちが、いたぞーってなっちゃうわけ。うん、いたぞー、召喚されたお姫さんに、ジャーマンスペックス近いやつだってなっちゃう。うん、ジャーマンって言葉わからるんだね。まあ、ジャーマンとは言わないけど、うん、まあ、お姫さんを投げ飛ばしたやつだー的な、うんうん。で、もうやべえやべえと逃げ回ると、うん。で、逃げ回って街角でガクガクブルブルしてたら、うん、奴隷商人の目につくの。はい。で、奴隷商人が、うん、まあ、あいつ変な格好してるけど、肉付きはいいし、高く売れそうだと。うん。で、よいよ、兄ちゃんって奴隷商人たちが声を分けんの。うん。あ、で、この世界は、獣人ってのがいて、うん。まあ、毛も耳ついたり、尻尾が生えたり、うん。体中毛むくじゃらだったり。はいはい。で、よいよ、兄ちゃんって話しかけたのが、狼男と猫耳娘。はい。狼男は全身毛むくじゃら、うん、猫耳娘はまあ人間に耳と尻尾が生えたぐらい、はい、って言ったらもうそのプロレスラーが、うん、その狼男見て、うん、うわモフモフやんけと、うん、プロレス技でがっちり拘束してモフモフしまくんの、うん、だったら、まあ、狼男は気持ち悪いからうわやめてくれってなるじゃん、うん、
やめてくれって言うんだけど、そのプロレスラーはその着物の扱いが慣れてるから、その喉の下ゴロゴロやったりして手なずける。うわ、キモいよっていう。はあ。で、まあ、まあ、奴隷賞がね、うん、まあ、その、まあ、狼男は奴隷賞のうちの一味なんだけど、うん、そこに、狼身の女が、うん、手錠に繋がれてる状況で現れるの。はい。前を売っ払ってやるぜって感じ。うん。たら、肝耳少女に何をするんだと。うん。待ってね、奴隷賞は、狼男と猫耳少女と、人間の普通のおっさん。うん。で、人間の普通のおっさんが、うん。狼耳の少女を手錠で繋いでたの。うん。ただ、それは許せんってことで、人間のおっさんを、まあ、とっちゅめで、うん。狼耳少女を救い出しましたの。うん。で、狼耳少女は異世界の情報詳しいから、うん。まず、まあ、仲良くなって、うん。ギルドに登録して、冒険者クエストをやっていきましょうね、と。うん。いきなり異世界転生の RPG 風になるんだよね。で、主人公は動物が好きだから、うん、ケルベロスの討伐行ったらケルベロスと仲良くなっちゃって。うん、っていう話。へー。これも、なんだろう、ナロー系の俺つえのカウント、うん、アンチテーゼだよね。うん。俺、杖を違う形で生かすってことかな。いや、まあ、ちょっと、この主人公の行動には問題が多すぎるけど、それにしたってね。プロレスラーだから。いや、プロレスラーだからって急にジャーマンは、それは、お姫様じゃなくてもあかんよ。うん、あと、プロレスラーだから、ケルベロス相手にも普通にホールドして、ゴロゴロするから。いや、それ一般的な動物好きとはまた違う趣味だよね、それはね。まあ面白そうだけどね。うん。皮膚気流とかも普通に、皮膚気とかりが。うん。とかも普通にホールドして抑え込んでゴロゴロするから。なるほど。なんかそういうちょっとバカっぽい感じが好きな方はっていう。ギャグ、完全にギャグだね。うん。そう、だから異世界の動物と仲良くなって、うん、俺は動物と仲良くなるんだっていう話。ちょっと面白そう。さっき一番今まで聞いた中で面白そうだな。うん。うん。で、しかもその動物の条件が、うん、まあ、爬虫類みたいなのもいいし、うん、獣耳も OK。あ、幅広い。なるほどね。この人ここでスマック映ってた方が幸せなんじゃないの？面白い動物いっぱいいて。多分そうだと思う。うん、まあ、主人公はプロレスで無双する感じだよね。うん、そう、プロレスも大体地味な技なんだよね。うん、プロレス地味だからね、意外とね。ホールドの仕方ががっちり、本当に、ちゃんとホールドしててさ。うん、技名とかもないホールドの仕方なんだよね。うん、まあ、これは今のところ今期、割とトップクラスで面白いなと。おー、なるほど。まあ、今後どうなるかだよね、うん。ずっとこのペースでいくと、また同じギャグって感じで、うん、ちょっと触々になりそうな感じがある。なるほど。はいはい。じゃあ次。次。はい。超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです。はい。これなんか、4、5年前に同じような作品があったよね。そう。問題児たちがなんちゃらかんちゃら。うん、ね、高校生だけど、すごい能力を持った人たちってのがいて、うん、現実世界で、はいはい、政治家とか発明家とか、うん、商人とかすごい、うん、のがいて、飛行機に乗ってたら、うん、飛行機ごと異世界に行っちゃったって話。へー。で、ある村で拾われて、うんうん、ある村に助けてもらったの、みんな怪我してるの。うん。ハエの王みたいな。うん。で、その村のために僕たちにできることをやりましょうと。うん。っていう感じかな。で、その異世界に行ったその超人高校生たちっていうのが、うん、まず主人公は政治家。うん。高校生でありながら、その政治的な力が強くて、うん、政界にすごい発言力を持ってると。うん。で、あと友達として、友達だったかな。うんうん、そして、その、商業、物の売買についての、うん、その、交渉力がすごい天才なやつと。はい。まあ、ここまでが割と現実的だなと思って。うん。次にいたのが、マジシャン、ケジナシ。はい。あと、発明家。はい。発明家ってもなんかパソコンポチポチってやって、うん。溶接みたいな火花パチパチパチってって、はい、できましたって漫画的な発明する人ね。はい。あとは、忍者の末裔がいて、諜報活動が得意です。ニンニンって言いながら空飛んだり。
ハットリくんじゃん。ほんとそんな、うん、そんな勢い。うん。あと何がいたかな、あとは伝説の医者、あの、ブラックジャックみたいなやつと。うん。うん、あと何回言ったけど忘れたな。まあ、ともかくその、アニメの、いろんなアニメのジャンルの主人公恨みにチートな能力を持った高校生たちってことね。うん、そう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 、はいはい。で、でも主人公の助けてくれた村は実は貧乏な村で、うん、じゃあ助けてくれたお礼に、うん、あの、じゃあ、なんか物資を一応ある村だから、うん、物資を大きい町に売りに行きましょうと。はいはい。で、その物資を、ま、大きい町に売りに行ったら、うん、大きい町は、うん、あの、なんだったかな。大きい商人が牛耳ってて、うん、安く買い叩かれると。ああ。本当は冬を越すためにお金がたくさん欲しくて、うん、まあ相場で売れば冬を越せるくらいの稼ぎになるんだけど、うん、はいはい、悪い商人が牛耳ってるせいで、はい、安く買い叩かれちゃいますよと。ひどいね。うん。ってやったら、その、商業の天才がね、うん、なんか知恵を回して、じゃあこうすればいいんじゃないと。ただ、じゃあ、こうすればいいんじゃないの、その、バックアップとして、はい、忍者の末裔が、諜報活動をしまくって、はいはい、実は、商人と、うん、その、その町の長が、裏で繋がってて、はい、賄賂を渡しまくってるっていうことが分かりました。はい、それはひどい。うん、だまあ、そこつついて、うん、ちょっと黒い繋がりがあるでしょ、これバラしていいんですかって脅す感じで、はい、その、商業権みたいな許可証を得るの。ほう。で、これを使って商売をしようという話だと。なるほど。で、当然商売をすると、うん、まあ、その主人公チームってのは、ポットでの商人組だから、弱いわけよ。はい、うんうん。で、もともとその牛耳ってた商人たちが圧倒的に強いんだけど、はい。なぜか忍者が不思議な力で、はい。その商人側の動きを逐一報告してくれて、はい。まあ、忍者のチート能力により、はい。相手の動き丸分かりするから対策も取って、はい。はい、主人公組が、勝ちましたという。ああ。あ、そこになんかその、そこに、ほら、医者とか政治的なあれとかさ、医者と政治は多分、また別エピソードだと思う。ああ。最初のエピソードはその、商人の話だった。ああ、忍者ね。うん。忍者と商人。はいはいはい。たぶん、まあ、商人は、これをこうすればこうすればいいんだろう、みたいな、そういう話はするんだけど、はい。裏付けの忍者が勝手にやってるからね。ああ、いわゆるその、村おこし者ってことね。村おこし者。うん。多分、作者の頭脳だと、はい、政治と商人ってところは頭が回ると思うんだけど、はい、それ以外のこと、はい、頭回んないから、あの、はい、さっき言ったマジシャンがいるって言ったけど、はい、マジシャンは首だけ浮いて話すみたいなマジシャンが、マジックができます。それは、うん。何もないとこからカードをポーンと出すことができます。うん、あと、科学者、うん。科学者が女の子なんだけど、うん、異世界行ったらスマホって当然使えないわけよ。うん、電波ないから、うん。みんなのスマホ改造しといたよって言ったら、うん、みんなのスマホ同士で会話ができるようになってる。すげえな、うん。どんなに距離が離れてもトランシーバー的なね。うん、まあ、だから。充電はどうすんの？そこら辺はソーラーパネルで充電できるようにしといたよ。マジか。すごいな。てか、ちなみにソーラーパネルの、うんうん、ソーラーパネルを作るための物資はない。あ、う、あ、ん。けど、まあ科学の力でそういうものを作ってくれるの。すげえな。まあご都合主義だよね。ああ、だから、割とその、だから頭脳戦、その、政治とかそういう部分は好きだけど、うん、あまりその科学的根拠とかそっちの理系の部分の方はそんな明るくないのかな。まあ、それはそういうもの？あの、科学と忍術とマジシャンって全部多分魔法だよね、三人とも。そう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 。魔法要因だね、うん。多分書きたいことはあるんだろうけど、そこに持っていくまでができないから。うん。まあ、これはこういうものってバーンって言ってた。なるほどね。うん。まあ、話は、まあそういうところに目をつぶれば見られる。うん、なるほど。今2話まで放送して3話目次第で見続けるか見えるのやめるかやる感じかな。なるほど。はい。意外と1作品3、4分出てたけどすごい長引いちゃったな。長引いてるね。サクサク、うん、放課後サイコロクラブ。はい。アナログのボードゲームってあるでしょ。ありますね。をモチーフにした、女子高生の部活ものです。ああ、部活ものですか。日常系ってやつですね。そう、日常系。はい。
多分主要メンバーは女の子3人かな。はいはい。京都の、多分京都の話。はい。京都弁話すこの話。はい。で、主人公転校生でお友達いないんだけど、はい。なんかブラブラ街歩いてたら、うん。すごい委員長がね、校則に厳しいよ。はい。6時以降は出歩いちゃいけませんと。はい。言ってた委員長が6時以降にブラブラしてるのを見かけたの、街中で。おぉ。よくない。その委員長ついてるから、うん、おもちゃ屋さんで、で、ボードゲームを扱ってるおもちゃ屋さんだったと。はいはい。あ、で、そこで主人公と主人公のお友達二人で乗り込んで、はい、委員長何やってるのって言ったら、うん、これはアルバイトにちゃんと学校にも許可もらってるからいいんですよ、と。おぉ。なぜか。で、まあちょっと遊んでくかいっていう感じで、はい、ボードゲームやりましょうね。おで、主人公と主人公の連れと委員長ちゃんと、ボードゲーム、店の店長さんの4人でボードゲームをやりました。はい。はい、終わり。おで、そのボードゲームってのが、うん。実際にヨーロッパの方にあるボードゲーム。おアナログの、サイコロを振って、マス目移動してっていう、うんうん、人生ゲームとかとはまだ全然違う、うん、頭を使うタイプのゲーム。はいはいはい。うん、あと、アズマはわかるかもしれないけど、はい、アナログボードゲームを知らない人に対する説明が難しいな。はあ、モノポリではないな。モノポリではない。はい、カタンの開拓者とかそんな感じに近いのかな。はあ、もうちょっと手軽で、サイコロだけ振って、うん、やっていうようなゲーム。はいはい。で、ああ、遊びましたって、第1話。はぁー。で、まあ、委員長ちゃんは友達があんまいないから、うん、まあ、ツンデレで、また遊びたかったら来てもいいわよ、ふん、みたいな感じ。はいはい。で、第2話が、学校の放課後に、カードゲームで遊ぶ。うん、まあ、これもアナログのゲーム、実際にあるゲームで遊ぶって。はいはい。で、ゲームの説明は割としっかりとしてて、あと実際にあるゲーム。はい。で、あ、そのゲームで遊んでみたいなっていう、カードゲームの宣伝だよね。テレビ提供も、はい、そういうアナログゲームを売ってるところ、うん、あと買わなくても、その1時間いくらで実際に遊べるところみたいな、はいはい、そういう提供。あるね、結構。うん、だからアナログゲーが好きな人とか、うん、あとはまあ知らなくても興味ある人にはちょっと面白いゲームで、ね。まあなんか堅実そうな感じがするね。でも1話に、1話あたり1個のゲームやってくれる。うん、面白かったのが第2話のゲームが結構面白くて、うん。あ、ちゃんとゲームそこで釣るんだね。あ、やるやる。いや、ほら、よく日常系とかだとさ、部活もんだとさ、部活がないごしろにとか結構多いから。これ、むしろ部活メインすぎて。うん、あー、なるほど。うん。多分ネットで調べれば出てくると思うんだけど、うん、これはゴキブリですかっていうゲーム。うん。はあ、で、カードが、ゴキブリと、うん。ゴキブリとカメムシとコウモリと、クモと、まあ、とりあえず8種類あるわけ。はいはい。で、プレイヤーは、まあ、何人でもいいけど分かんないけど、まあ、カードいっぱいバー配るわけよ。はい。で、カードを伏せた状態で、自分以外の誰かに、はい。これは何とかですって言ってカードをバーって差し出すわけ。はいはい。例えば、これはゴキブリですって差し出すわけよ。うん。で、差し出された人は、うん。それがゴキブリですって言われた時に、ゴキブリかゴキブリじゃないかを予想するの。はい。で、これはゴキブリですってカードを表に出して、ゴキブリ、当たってたら、はい、差し出したい人の手、目の前に置く、はい。外れたら、外した人の目の前にカードを置くと。おう、それでわかるかな？なんとなく。じゃあ、ゴキブリ、じゃあ俺がアズマに、リーキーに対して、これはゴキブリです、はい、ってカード出すんじゃん。はい。で、リーキーが、これはゴキブリじゃありませんって言ったりするんですよ。うんうん。で、カードがゴキブリだったら、このゴキブリカードはお前のもの。はい。で、仮にこれがゴキブリじゃなくて、コウモリとかクモだったら、それは俺のものになっちゃう。はいはい。俺のものってのは、俺の目の前に置かれる。はい。で、同じ害虫が4つ揃ったら負け。はぁ。なんかわかるわかる。うん、面白そう。例えばなんかその、うん、普通に面白、アニメとしてちゃんとその説明してっていうので、うん、なんか、そういう室内のボードゲー好きだったら好きかも。っていうか、そういうの興味あれば、てか、それ見ると結構さ、休日のみんなでお友達で遊ぶのに、結構参考になるんじゃないですかね、うん、っていう感じで。なかなか楽しそう。うん、そう、だからこういう展開、こういう読み合いっていうのも簡単なとこだけ言ってくれるの。うん。
仮に俺の目の前にゴキブリが3枚あったとするじゃん。で、それ、そんな状況で俺がこれがゴキブリですって言ったとするじゃん。仮にこれが本当にゴキブリだったとして、ゴキブリですって返されたら俺負けちゃうじゃん。なるほどね。だから俺はゴキブリを出すはずがないわけよ。はいはい。かといってそんな状況でゴキブリですって他のカードを出したら、100% 俺に跳ね返されるわけじゃん。はいはい。だからあえてゴキブリで罪だけどゴキブリを出しに行くとかね。ああ、なるほどね。まぁ、ちょっとゴキブリのそのゲームの話に移っちゃったけど、まぁ、そういうことね、なるほど。まあそういう読み合いのとこまで全部作中でやってくれんの。ああ、それはね、多分面白いと思う。うん。だからゲームパートで結構話は取られるんだけど。まあそのせいで話ちょっと弱いんだけど。でもまあいいんじゃない、その、ちゃんとさ、ほら、方向性がしっかりしてるから。これ放課後サイコロクラブっていうのは部活ものにしては、まあ部活内容ちょっと強めだけど。なるほどね。いい感じ。なるほど。まあ、あと、キャラクター、女の子キャラは3人いるけど、まあみんなテンプレみたいなキャラ。まあだからメジャーにはなれないけど、ちゃんと面白そうだね。こんな感じかな、はい、じゃあ次。次、ドクターストーン。これ第2期だから飛ばしていっか。ハイスコアガール。はい。これもね、半年ぐらい前かな、第1期が12話まで放送されて、結末として13話、14話、15話。OVA だか、ネット配信の中で。今年の3月ぐらいにされて。聞いたことはあるよ。で、それが、まあ、テレビ版として、今度第2期始まるから、第2期も始まる前に13、14、15やりますよ、って感じで。はいはい。あ、1975年だか80年ぐらいだかに生まれた人が主人公で、当時、アナログゲーム。アナログじゃねえ、アーケードゲーム。の、その進化とともにゲームセンターに入り立った、来たよ、話。ああ、なるほどね。インベーダーゲームだとか。最初の頃はそうだった。途中からスト2とか、スーパーストリートファイターとか、もっと最近の KOF とかやってる。この人たちは75年の生まれなの ?80 年だったかもしれない。ああ、じゃあ結構昔の話だよね、舞台が。そう、舞台は。で、第1話は小学生、主人公が。で、どんどん成長して、12話の時にはもう高校生になってる。で、今やってるのが13話なんで、13、14、15話がやってて、で、まあ、高校生の話。で、最初主人公の小学校の時の同級生のお金持ちの女の子がいて、で、この子はちょっと海外に行っちゃったと。で、その子が戻ってきたと。で、海外に行ってる間、主人公が中学生になって、で、中学校で別の女の子と仲良くなるわけ。はいはい。で、その女の子がゲーム下手っぴだったんだけど、主人公の影響で、格闘ゲームがすごい強くなるの。だから、そこで、恋愛要素が絡んでくるんだよね。主人公は最初、その、小学校の時の同級生だった お金持ちの女の子にちょっと心惹かれてるの。まあ、ただ主人公はゲーム一辺倒だったから、その自分の気持ちに気づかない。で、まあ、お金持ちの女の子はあからさまに主人公のこと好きな感じのオーラ出してんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、二人別れまし、離れ離れになりましたと。で、中学校の時に、まあ、別の女の子と仲良くなって、そのこともゲームを通じて仲良くなるんだけど、女の子は主人公のこと好きになっちゃうんだよね。で、主人公鈍感だから、ゲーム一緒にやり行こうぜ、しか言わなくて。その時に、小学校の時の同級生だった女の子が帰ってきて、で、まあ主人公はその小学校の時の同級生が好きなんだけど、中学校で知り合った女の子は主人公が好きなわけよ。で、主人公はその色恋沙汰に疎いわけよ。っていう、まあ恋の結末がどうなるのかという。なるほどね。だちょっと、やっぱこれもだいぶ年配者向けのアニメって感じが。あと、主人公今、サイト見てるけど、79年生まれっていうことになってるから。あ、じゃあ多分、主人公ベースで書いてる、作者ベースで書いてるんだな、ゲームっていうか。で、笑っちゃうのが、その、CM に入る時のさ、アイキャッチってあるじゃん。あるね。アイキャッチですごい小ネタ挟んできてて、ファイナルファイトってわかるよね。わかるよ。で、ボタン連打すると、バシ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 ドカーンみたいな感じで、吹っ飛ばし自動で入るでしょ。
吹っ飛ばしの一個手前を後ろにやるってわかるかな？後ろにって、このキー？キーというかそのレバーを？例えば、そう、レバーを。うん。パンチを敵に当てると敵はひるむわけよ。うん。で、自動で連続で、攻撃、打撃が当てられるようになるんだけど、うん。4発当てると5発目で自動で吹っ飛ばし攻撃になる。うん。時に4発目を後ろに出すの。うん。やると、で、またすぐ振り返って攻撃をすると、うん。モーションが1発目からになるわけよ。ああ、分かった。言いたいこと分かった。うん。言葉の説明が難しいけど。では連続でやりたいこと。そう、連続で発生させるわけね。うん。そう、ボタン連打すると5発で吹っ飛ばしちゃうんだけど、うん。4発目を空振りすることで、うん。1、2、3、空振り。1、2、3、空振り。1、うん、2、3、空振り。うん、振りっつって、はい、はい。うん。相手をその場にずーっと縫い付けたまま、うん、永遠にダメージを与えられるわけ。なるほど、はいはい。で、まあ、小技が当時あったの。うん。が、その、さっき言った A パートと B パートの中間。うん。お母さんがブチギレて主人公を殴るシーンがあるんだけど、うん、そのお母さんのモーションがそれなの。なるほど。えい、ブオ、みたいな。お母さんなんか一発空振り入れんのね。うん。で、これ、それ知らないとわかんねえだろっていうね。いや、もうだからこれ完全に年配者向けですよね。うん、そうそうそう。79年ってことだから、オタク第一世代の後の世代とか、第二世代ぐらいの話ですね。今言ったその、ファイナルファイトのそのモーションって俺してたから、それわかったんだけど、うん、俺もわかんねえモーションバリバリ挟んでくんだよ。うん。うん、後からネットで調べてわかったり、うん。わからずじまいだったりってネタがちょこちょこある。うん、だから多分、まあ、1980年代前半に生まれた人にからすると、うん、まあ、しかも当時のゲーマーからするとドンピシャ。ああ、あのね、オタク第二世代、オタク第三世代でしたね、その世代の生まれはね。うん、今だから中高生の頃にエヴァンゲリオンを見る世代です。ああ、なるほどね。うん、まあ、ハイスコアガールはそんな感じだった。なるほどね、はいはい。ハイスコアガールはまあ13、14、15は今やってて、で終わった後すぐ第2期が始まりみたいだから。なるほど。今から見始めても、まあ、1期1話から見始めても追いつける。なるほどね。はい。はいはい、あ次。うん。参りました、入間くん。はいはい。あこれね、うん、チャンピオン系だったかな。チャンピオンか。うん。初点系だったと思う。うん。土曜日の夕方に NHK 教育テレビ、今、うん、E テレっていうのか。うん。E テレでやってて。うん。まあ、人間の男の子が。チャンピオンだね。うん。チャンピオン。人間の男の子がね、両親が細すぎて、うん、奴隷の家に働かされてて。ああ、異世界だ。最初から異世界だよね、これは。魔族に売られたの。うん。まあ、悪魔に売られちゃって、うん、で、魔界で生きてきましょうねって話。うん、はい。で、まあ、魔界で人間だと食われちゃうから、うん、悪魔のふりしなきゃいかんよ。うん。って感じなんだけど、なんかたまたまね、はい、たまたま他の悪魔に喧嘩売られちゃって、はい、たまたま勝っちゃって、うん、悪魔のルールだと負けたら絶対服従だみたいな感じで、うん、本当は魔力も何も持ってないただの人間なんだけど、はい、みんながその主人公のイリマ君すげえすげえって持ち上げるギャグ系、はい、まあギャグとしては面白いんだけど。はい。あえてアニメで見るほどでもないのかな。ああ。なんかまあ、普通に、なんかもうちょっと、まあ、小中学生向けって感じが、そうするかな。そうそう、うん。面白いよ。うん。面白いけど、ちょっと、うん。コロコロコミックとかな感じが強い。ああ、なるほどね。うん。そうだね、その最初からさ、異世界にいるっていうんですよね。転生じゃないから、うん、ちょっとなんかその純粋な感じがするよね。言い方変だけどね。うん。両親に売られたからね。うん。あれだったら、両親って感じだね。だから、なんか昔ながらのアニメって感じ、まあ、なんかテレビ漫画って感じがするな。次が、フェイトグランドオーダー。はい。FGO のソシャゲやってないから意味わかんねえ。はい。なんていうのかな。フェイトシリーズは最低限知らないと、はい。見てて意味わかんねえ。はい。FGO やってないから意味わかんねえ。おう。まあ。あれ？リキは、フェイトシリーズわかる？まあ、だから、その、概要だけわかる感じ。とりあえず、聖杯っていう願いが叶うものがあって、うんうん、で戦って勝ち残ったら願いが叶うよって話なんだけど、うん、
その聖杯が、なんか異世界に散らばっちゃったって感じの話みたい。はいはい。で異世界っていうか他の次元に。うん。で、多分 FGO の、その、スマホゲームは、うん。いろんな世界の聖杯を回収するゲームっぽいんだけど、うん。まあそのうちの一つの話がアニメ化したみたい。うん。で、大昔の世界に聖杯が行っちゃって、で、その聖杯がなんちゃらかんちゃらだったら人間の世界が滅びるから回収に行きましょうね、と、うん。で、回収に行ったら謎の魔物に襲われました。はいはい。ってだけで今んとこよくわかんない。うん。まあ、フェイトシリーズのファンなら見ていいんじゃね。なるほど。はい。じゃあ次。はい。僕たちは勉強ができない第2期。はい。ジャンプに乗ってるラブコメだね。はい。なんだ、文系ですげえ天才だけど理系に進みたいとか、はい、理系すげえ天才だけど文系に進みたいみたいなあべこべな女の子がいて、うん、で主人公が勉強を教える話。なるほど。ただ、ね、好いた好かれたとか、うん、あのね、うん、今言った二人は、うん、ぶっちゃけキャラとして魅力がないんだよ。あら、うん、であと主人公の幼馴染の水泳部がいて、うん、で水泳部の子は英語が苦手なの、うん、でも、水泳で世界で活躍するからには、ちょっと英語も勉強できなきゃいけないよね、つって。うん。でも、英語超苦手。うん。っていう女の子たちに主人公が勉強を教えてあげる話。なるほど。で、みんなちょっと主人公のことちょっと好きなの。うん。で、まあ、主人公は、まあ、そういう漫画の主人公だから、ちょっと鈍感で、気づかないっていう、うん、まあ、ラブコメだよね。なるほど。うん。第2期だから、第1期が楽しみだから、うん、まあ、見てもいいかな。はい。まあ、第1期に比べて、お色気が強い。なるほど。あ、第一期に比べてね。そう、第一期に比べて、うん、第二期になって急にお色気出してきたな。ほー。テコ入れかな。どうなん？まあ、原作と同じノリだから、うん、原作でテコ入れ入ったのかな。なるほどね。ジャンプ。ジャンプ。ふーん。はい、じゃあ次。うん。私、能力は平均値でって言ったよね。あー、はいはい。あれ？これついさっき第二話放送したんじゃね？僕がしてた、まあ、うん。平均値の意味を作者が分かってない。マジで？あ、これもね、あの、異世界チートの、うん、あの、アンチテーゼなんだけど、うん、あの、主人公女の子で、うん、異世界に、あの、交通事故にあって死んじゃったら、神様に出会って、うん、神様に異世界に転生しますよって言われちゃったの。あ、元はみんな女の子なのね。あ、そう、女の子。おっさんじゃないのね。うん、女の子なの。うん、で、その時に、なんか能力欲しいのあったら選んでいいよって言われる。うん。うん。だから主人公元の世界ではすごく頭のいい女の子で、お友達がいなかったの。うん。うん、だから、転生したら、平均の、うん。平均になりたいと。うん。全部の能力を平均値にしてくださいって言ったの。うん。ただ、神様が分かりましたって平均値で転生なんだけど、うん。転生した世界には、うん。あの、まあ、ミジンコみたいなプランクトンから、うん。あの、伝説の黒竜っていうね、うん、伝説の存在までいましたと。うん。の平均値だから、うん。まあ、ミジンコはほぼほぼゼロよ、魔力。うん。で、黒竜は世界最強よ。うん。ってわけで、黒竜の、半分の力を持って転生しましたと。はいはい。平均じゃなくない？うん。平均じゃないね。まあでも、うん。まあでも、能力は平均値でって言ったよねってタイトルで、神様は平均の力を主人公に与えましたと。うん。その世界は、まあ、剣と魔法のファンタジー世界ありきたりなんだけど、うん、主人公は無影章で超強い呪文がボンボン使える。ああ、だからそれはなんか作者が分かってないわけですよ。それは意図してやってんじゃないの？まあいいけど、じゃあそしたらタイトル間違ってるよね。主人公が求めた平均値ってのは、もともと主人公がいた世界は人間の社会だから、うん、人としての平均。そうです。もともといた主人公はその頭がいい代わりに友達がいない、うん、っていうのがあったから、じゃあ今度は普通の生活をしたいなというのが主人公が望んだと。そうそう、人としての平均を望んだと、うんうんうん。に対して神様は、全生物の平均を与えちゃったと。そうだよ。うん。うん、そこはわかる、うん。それは作者の考えでしょ、うん。で、全生物の平均の意味よ。うん。黒竜が一匹いて、ミジンコが一万匹いたとするじゃん。うん。だから平均はすごい下の方じゃん。そういうことね。黒竜は一匹しかいないのね。いや、あの、まあ、人とかミジンコに比べれば圧倒的に少ない。あ、黒竜が、あの、ほら、正規分布ではないはずなわけよ。うん。多分雑魚がすげえいっぱいいて、うん、超強いのが数えるほどだと思うの。個体としても種としても。あー、あー、うん。
いや、わかんない。俺はその世界知らないから、うん。いや、黒竜の次に強いやつがいて、次の時に強いやつがどんどん順調にいるのかなっていうのを思ったから、うん、確かに平均っていう意味でそう考えると、違うところに行くよね。そう。ただ、黒竜とミジンコの中間の力ってなっちゃってるから。うん、だから超強いですって言われて、うん、それ平均ちゃうやんっていう。あー、なるほどね。俺も見た瞬間これ平均の意味おかしいやんってずっと。それは僕らが理系だから、ちゃんと正規分布とか勉強してるじゃん、学校で。ああ、もうじゃあもう、あの校長みたいな感じの平均になっちゃうじゃんね。うんうん。まあいいや、とりあえずそういうところがちょっと気になるなって感じで。うん、まあ話としては、うん、まあ異世界無双する幼女の話。なるほど。で、無双するね、結局。そう。結局無双するんだね。あの、無影響で超強い呪文ばっかんばっかん。みんな無双好きだよね。うん、って感じかな。うん、じゃあ次。次。ゼクスコード、リユニオン。はい。あ、これね、あの、ブロッコリー原作なんだよ。へー、最近、久々に名前を聞いた。ね、もともとトレーディングカードゲームが最近出たばっかで。うん、で、それが、ね、スマホの書写げになって、うん。ソシャゲになったのもついに、この一週間以内だよ。うん。で、アニメ化もやって。はい。まあ、メディアミックスで同時展開してるんだよね。うん、うん。まあ、人間の女の子が、うん。なんか異世界の女の子と契約して、うん。カードバトルする感じ。うん。それだけ。なるほど。なんかね、謎の学園に転校させられて、うん。で、主人公は、あの、その仕組みをよく知らないの。はいはい。どうやら、その異世界の住人をカードにして、カードで戦うんだけど、うん、主人公が契約した女の子はカードになるのを断ってて、うん、って感じかな。なるほど。わかりました。異世界の敵から、放射が飛んできて、うん、学校が破壊されて、まあ、大変だ。で、それを守るって感じで、なんか主人公の相棒がバーンって守ってくれる感じ、うん。なるほどね。一話だけ見たけどよくわかんない。ああ、なんかまあ、普通のテレビ漫画って感じですね、うん。ちょっとブロッコリーの新作だから期待はしたいなと。なるほど。ああ、ブロッコリー好きだもんね、うん。そうそうそう。最近ブロッコリー歌プリ一本で頑張ってるからさ。ああ。あの、男性向けもちょっと頑張ってほしいなって。ああ、なるほどね。はい、次。本好きの下克上。はい。ね、うん。これも異世界転生です。うん。なんか、あの、本大好きな女の子が死んじゃって、うん。異世界の、女の子に転生するんだけど、うん、転生した時は記憶がないんだけど、ある程度年まで成長したら、うん、前世の記憶をわーって呼び戻した感じ。はぁ、あ。じゃあそれまでいた女の子は、まあ、死んだようなもんだよね、まあ、青春は。まあね、うん。とりあえず異世界のその女の子を、前世の女の子が死んで異世界の女の子に精神バーンって移動した感じで、うんうん、でその世界には本がなかったの。ああで、まあ、本好きの下克上。うん、師匠になるって手段を選んでやれませんっていう作戦なんだけど、うんうん、あの、まあ、言っちゃうかな、主人公が活字中毒、うんうん。活字中毒の人会ったことある、うん、ある。本がないと生きていけないっていう。ある。まあ、主人公はそういう女の人で、うん、うちの妹なんだけどね。で、この世界には本がないと、うん。で、しかもその女の子はちょっと体が悪い女の子に転生しちゃって、うん、で、お母さんに連れられて街に買い物に行くんだけど、うん、どこにも本屋がないの。うんで、あるお店でちょっと、あのね、うん、鍵のかかった箱に本が入ってるのを見かけたの。うん、これは何って聞いたら、うん、貴族様が借金の方に置いてったものだと。はあ、まあ、貴族様は没落貴族なんだけど、一、う、応、ん、貴族様がね、うん、本ちょっと触らせてって言うんだけど、うん、その世界の本はあの、うん、全部手書き手で書き写すものだから、うん、めちゃくちゃ高価なものなんだと。あ、本はあるのね、一応ね。うん、本はあって。印刷がないのね。印刷がない。あと多分文字ってのも少ない。うん、ああ多分、一番の売り物。ん一番の売り物に、いくらって数字が書いてあるぐらいで、うん、文字は出てこない。文明レベルはどれくらいなの？異世界転生レベル。よくそこまでの文明を持ってたね。たまにそういう異世界物でさ、何々がないってあるじゃん。うんうん。じゃあどうやってそこの文明を発展したんだろうかってたまに思っちゃうんだよな。多分、上の人と下の人で、うんその知識の乖離があると思うんだけど、日本なんか識字率が高すぎて、うん、あの戦後のアメリカ人がビビったって話あるじゃん。ああ、でも待って、その、活版印刷ができる前、ああ、でも、思ったけど、
ごめん。今、俺は、これは完全に俺の、確かに、印刷が、その、しっかりできるまで。うんうん。結構文明発達できたわ。一番、知識人だけが字読めればいいからね。っていうか、この作者さん今、いない間に作者さん調べたんだけど、うん。結構この人頭良さそうだぞ。何本好きの下克上の人？うん、作者さんは、なんかその、もう、中2の頃から小説書き始めて、推薦入試で国立大学に進学する。あのね、うん、作者が、活字中毒だと思う。あ、中毒で、なんか、社会人になって結婚して、就職してから辞めたんだよ、執筆活動。結婚して子供ができて、幼稚園に、子供幼稚園に入ったことで自分の時間ができたから、書き始めたらしい、また。うん。が。うん。あ、だから結構頭良さそうだぞ、このアニメ。うん、そうだ、多分作者自体が、見てて思うのが、うんうん、あの、本読む人じゃないと書けない話だなって。うんうん。で、まあ自分も言うほどじゃないけど、結構毎日 G を読まずにはいられないタイプだから、うん、G なくなったら確かにきついなっていうのは、すごい共感できる感じ。あの、うちの妹がそれやばかった。あの、高校時代に学校の図書館の本を全部読んだっつう。読んで、さらにその、また読むから、あの、うん、親かとか先生から止められるっていう。あの、もうやめなさいっていう。うん、で、その、あの、わかった。なんかもう、月に何冊まで買っていいからっていう。読んでいいからっていう。うん。そうそう。金がなくなるからね。あのもう、金なくてもいい、図書館とか行って読んじゃうから、うんうん、もう月に読むのは何冊までっていう。もう決められたからね、うちの妹はね。うん、それ相当だな。うん。相当だよ。うん、であと、挿絵が、うん、まあ、イラストが椎名優さんってわかるかな。知らない。うん。まあ、ラノベで結構挿絵を描いてた人なんだけど、うんうん、有名どころなんだろう、エンジェルハウリング。知らない。猫の地球儀。知らない。あと何書いてたの？もういいから、話しすぎてすぎて、はい。まあ、とりあえず、まあ、その椎名優さんって、まあ、俺の好きなイラストレーターがキャラデザやってて、うん、で、まあ、その人のイラストもあるし、うん、まあ、その後、活字中毒者が書いた活字の本、話、うんうん。だから、まあ、割と、個人的には好きな構成。うん、まあ、今後どう化けるか気になるなと。うん、ただ、しくじるとすごいつまんなくなりそうでもあるよね。うん。いや、ただ、こういう頭のいい作品は好きです。うん。で、多分、まあ、話の先はもう、第1話の冒頭で、うん。主人公の女の子が、その世界に本を普及させた後の話なんだよ。うん。普及させた後に、なんでこの子はこんな賢いんだ、ってなって、うん、で、その回想シーンとして始まるわけ。なるほどね。うん。まあ、だから、この女の子は、本がない世界に本を広めるんだよね。うん。あ、なんかね、異世界転生もののなんか、なんかもう、原点ってそういうのなんだよね、確か。そうなんだ。うん。あれ、産業革命の時代の人が、その中世よりちょっと前ぐらいに行って、うんうん、その時代で産業革命を起こすっていう、いうのが最初らしいから、うん、うん。元祖らしいから、ある意味その、元祖、原点に戻ってます、異世界転生の。まあ、あれは転生というか、タイムワープ、リープしちゃうんだけどね、あっちは。うんうん。うん、なるほど。はい、次。本好きの下克上は今期割と多い感じ。いいですね。次。アサシンズプライド。はい。まあ、殺し屋のプライドってだけで、うん、主人公が殺し屋で、はい、ある女の子を殺せって言われるの。はい。その女の子は、この国のお姫様だかなんか不思議な力を持ってるんだかよくわかんないけど、はい。まあ、だから、ちょっと主人公が、この女の人を殺したくないと。はい。ただ殺し屋のね、うん、まあ、元請けが言うの、はい、その女に利用価値があるなら殺すんじゃねえよと、はい、まあ、利用価値がなかったら速攻殺せよと、はい、って感じで主人公はその女の子を、まあ、なんか惚れてる感じなんだけど、はい、まあ、その女の子のまあ利用価値をなんとか探しましょうねという話。なるほどね。だから、あの、まあ、ヒーローが女の子を助ける話だよね。なるほど、わかりやすい。特におすすめはしない。ああ、なんかね、売れないキャバ嬢を店長がなんか囲ってるみたいだよね。それそれ、ほんとそれ。手出してんだけどね、大体ね、それ、ね。この子はビッグになるんだからに。いや、大体手出してんだよな、ね。なるほど。次。次、ライフルイズビューティフル。おう、これは。ライフルの話、ライフルの話。俺なぜかこのアニメ知ってるぞ。うん。あのね、うん、ウェブ漫画だったかな、原作。はい。ビームライフルの競技があって、うん、まあ、的当て、うん、あ
の、レーザー光線、レーザーポインターみたいなピュッて一瞬だけ出して的当てをやるって競技があるの。はいはい。あの、だから、銃の先端がテレビのリモコンみたいになってて、その的がそのテレビの受けみたい、受信機みたいになってて、それであの、ピーってやると、その信号が当たった場所によって何点何点何点っていう。まあそう、まあそういう競技があって。あれですね。はい。それをやる、あの、女子高生部活もの、うん。はいはいはい。1話見たんだけど、うん。これライフル関係ない感じの部活物でさ。はい。いわゆるの、軽音みたいな感じなのかな、うん、その、うん、そうそんなに音楽真面目にやってるシーンよりも、主人公たちのなんか日常を切り取って映すみたいな。まあそんな感じ。うん。で、あと、まあ部活物って、まあ当然ほら、うん、部活が廃部になりましたとか、から始まって、部員を何人集めなさいから始まるんだけど、はい、4人集めなきゃいけなくて、うん。なんと1話の A パートで4人揃う。ほう。はいや。なるほど。うん。部活が潰れる危機とかそこら辺のないの。はい、揃った。はい、部活って感じ。はい。で、いきなり部室で、じゃあ、ライフルの練習しましょうね。はいはい。で、うん、ザポイントでみんなピコンピコンやり出す。はいはい。で、あの、競技の説明がね、あんまなくて。はぁ、い。あの、的の真ん中に当てると真ん中が10点ですって言って。はい。はい、ピュンピュンピュン、はい、はい、7点、8点、9点、みたいな。はい、はい。言って、ふぅ、疲れた。うん。何をやってんのかよくわかんないよね。おー。なるほど。という、うん、あとはなんか1話もっといろいろあったけど。あれですよ、あの、銃好きの田島さんとしては、その、銃の構えとかそういうのは、持ち方とかそういう銃の描写とかっていうのはどうですか？ビームライフルあんま知らんけど、うん。ビームライフルの構え方は競技通りだった。ああ。多分なんかトレスしてんじゃねって感じの構え方してた。ああ、それちゃんと研究したんじゃない？多分、ただあの、銃の描写がね、うん。あの、なんだろう、銃口側から見る描写と、真横から見る描写しかなくて、ああ、うん。斜めから映んないの。ああ。多分だから資料映像を使ってるだけなんだろうなって。ああ。ちなみにその構え方が違うというのは、ん？構え方が違うというのは銃のレーザーの。普通の銃って、うん、例えばまあライフルって言うけど、うん、あの三点固定って言って、はい、右手が引き金のところ、はい、で左手がストックっつってあのちょっと前のあたり、はい、で三点目が片当てっつってあの、うん、その右肩に押し付けるところがあって、うん、でその三点で固定することで、はい、反動を吸収するわけよ、実銃は。うんうん、はいはい。で、レーザーライフル、リムライフルになると反動がないから、うん、持ってればどうでもいい。うん、だから、まあ、安定させるための持ち方っていうのかな。うん、さっき言ったその3点固定、うん、左手でストック持って、右手で引き金で、で、片当てをやるっていう3点固定は、反動に対して安定するんだけど、うんうんはい左手のブレによって、うん、左あのストックで左手持ってるんだけど、はい、手が肘が浮いた形になるから、はい、腕の筋肉疲れるとすぐブレるわけよ。ほうほうほう。だからその左手のその持ち方をブレない方法にするんだけど、うん、ね、説明が難しいな。左腕を、うん、左足を前にして立って、はい、で左肘を腰骨に乗せるの、はい、でそこに銃を乗っけるの。ほう。握り拳を作って、肘を腰骨に当てて、はい、で、握り拳の上に銃を乗っけるか。はあ、で、やることによって、うん、本来普通に銃を構えるのに比べて、すごい縮こまった感じで銃を構えるの。はい、その代わり、その腰で固定するあの肘を腰で固定して、拳を振ってるから、はい、ブレずに持てると。なるほどね。うん、実銃そんな持ち方したら反動で覗いてる望遠鏡が目にガーッ当たるんだけど。はい。まあ、反動がないレーザーポインターならではの持ち方ってのがあって。はい。そこら辺は作中でちゃんと持ってる。おー、すごい。ただ、この持ち方、うん、見た目がすごい変なの。うん。え、なんでそんな持ち方すんのっていう。はい。多分、戦争映画とかで出てくる持ち方はい、一般人、銃とかよく知らない人たちですら。はい。その持ち方変じゃないっていう思う持ち方をしてるの。ああ。だから作中で、新入部員とかに対してこれはこうやって持つのよ、みたいな説明が欲しかった。ああ。
けど、その説明もなく、みんなその構え伏せにスチャって言ってるから、見た目変じゃねっていうのが出てきちゃうと思う。まあちょっと、いらぬ心配かもだけど。まあでも確かにその、新人部員ってことですよ、みんな。みんな新人部員、高校1年生なんだけど、中学生の大会でみんなそれなりの成績を収めたって。ああ、じゃあもうみんなベテランなわけだ。みんなベテラン。みんなベテランだから、ちょっと初心者置いてけぼり。ああ、なるほどね。点数なんかもう、的の真ん中は10点よとか言ってるくせに、最大 10.9 とか言い出して、10点真ん中なのに、最大 10.9 ってどういうことみたいな。ああ。あと、単純に競技のルールを知らなくて、何発1セットか。例えば多分、真ん中バーンって言って真ん中10点だとしても、一発勝負ってことはないと思う。多分何発か打った合計だと思うんだけど、何発打った合計かは知らん。作中に説明はない。そこら辺ちょっと不親切かな。なるほどね。さっき言ったボードゲームのやつみたいにちょっとルールぐらい言ってくれよ。まあそこにはあんまりね、気にしてないんじゃない？あんまりその、見る側にそれを求めてないんじゃない？そう、あとまあ、競技シーン少なくて女子高生がキャッキャフフするだけだから。あとね、なんだろう。キャラクターがすごいテンプレー通りで。主人公はちょっとおっちょこちょいでドジで、背が低くて、デカリボンで、気痩せするタイプの巨乳。ああ。ちょっとここだけ他と違うなって、主人公貧乳がありきたりだけど、ちょっと主人公巨乳みたいな。ああ、なるほどね。とか、あとは、ちょっとお姉さん気質な人とか、主人公面倒見るタイプの幼馴染みとか、無口でクールで釣り目で、ちょっと、銀髪みたいな。すげえ、テンプレ寄せ集めたな。ああ、ちなみに、あれだね。サイコロクラブの主人公じゃないか、主人公がわからないけど、キャラにも金髪でリボンいますね。流行ってんのかな、この金髪リボン。金髪リボン、またサイコロクラブにそんなのいたっけ？サイコロクラブ今のポスターみたいなのいるね。サイコロクラブ。次以降出てくるのかな？サイコロクラブそんなのいるか？サイコロクラブ、放課後サイコロクラブってポスター検索したら出てくるよ。マジで？うん。いやだからなんかほら、こういうのよく見るし、流行ってんのかなと思って。金髪で頭の上にリボン。誰のことかわかん、あ、こいつアニメにまだ出てきてない。マジか。誰だこいつ。うん。あれじゃない、アイカツしてるんじゃないこの人。あ、てかアニメ公式のトップにもなんか映ってる。うん。誰だこいつ。いや、アイカツだよ、アイカツ。ああ、星宮一護だね。うん。ちなみにさっきのライフルイズの主人公も、うん、ライフルイズもその金髪の、まあ、ショートヘアだけど、ショートヘア、ショートカットだけど、赤いでっかいリボンしてるから、ね。ああ、流行ってんのかな。アイカツの星宮一号とか、ニセ恋とか、ドキドキプリキュアのレジーナとか、ゆるゆきとか、響きユーフォニアムとか。今後は、金髪に赤リボンだね。そう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 、うん、頭のてっぺんで言ってね。うん、なるほどね。まあ、とりあえず、ライフルイズビューティフルは、元が4コマ系で、まあ、部活もの。まあ、部活もの4コマ系はそこそこ、見ちゃう方なんだけど、珍しくこれ1話だけ見て、これでどうしようって思ったやつだな。ああ、化けるかもしれないよ。じゃあ、ライフルイズビューティフルの話はここまでで、はい、あ、次はどう？順番しくじったな。ノーガンズライフ。はいはい。ノーガンズライフ。もうこれもガンアクションかなと思って。とりあえず見てみたよね。ただなんていうのかな。鋼の錬金術師とか、ギャングスタとか、全然つながりねえな。とりあえず、無法地帯があって、で、そこで生きてるギャングの奴らみたいな話で、まあ、もともと、ちょっと前まで戦争があって、戦争で改造人間が流行ったと。で、主人公の頭が、
巨峰主義っつって、うん、でっかい銃使うほど強えんだみたいな。あ、武道じゃないのね。うん、武道じゃないの。うん、あの後継がでかいっていうね。うん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 、体感巨峰主義みたいなのがあって、うんうんうん、まあ。とりあえず人間の頭をでっかい拳銃に改造するみたいなのがあって。は？は？何を言ってるんだい？まあそこら辺はほら、うん、あの、ノーガンズライフので調べて、うん、出てくる主人公の画像だけ見ればわかるわ。え？主人公がでっかい拳銃なの、うん。あの、俺のゴレンジャーに出てくる悪の怪人をちょっと思い浮かべてるけど、映画泥棒じゃん。映画泥棒の親戚じゃん。かっこいい。映画泥棒の親戚よ、うん。え、かっこいいんだけど、でも。頭がでっかいリボルバーになってるの。うん、でも、かっこいい。俺好きよ、これ。うん、で、これが、あの、まあ、とりあえずちょっと前まで戦争があって、うん、まあ、戦争の兵器として改造された、改造人間、うん。で、この世界、まあ、主人公は頭拳銃だけど、うん、まあ、それ以外にも、なんか、強化パーツを埋め込まれた人間がたくさんいる世界よ。で、そういう奴らはもう、ほら、兵士としては一級品だけど、うん、戦争終わった後普通に生きていく上では割と不都合なことが多いから、うん、雇われた傭兵みたいな。ああ、あの、明治維新後の侍みたいなもんだよね、武士みたいな。ほんとそんな感じ。てか、あの、あれだよね、あの、関ヶ原以降の侍がそんな立場だったらしいからね。で、さっきでギャングスターってアニメもそんな感じの話だったんだけど、うん、まあ、ギャングスターってすげえ、喧嘩が強い奴の改造人間だった。こっちはもう見た目が思いっきり改造人間だけど、うん、の話、うん、あー俺ちょっとこれ好きかも、こういう異形系は、うん、でまあ主人公はその始末屋って感じ、始末屋だったかな、うん、とりあえず戦争で作られた改造人間が起こす自殺を収めるための仕事を してますよ、うんうん、まあ主人公自体がその戦争の改造人間なんだけど、うん、っていう話で、うん、主人公がある男の子を助けるんよ、うん、男の改造人間、あの、主人公と同じように改造人間を助けるんだ、うん。まあ、その改造人間は1話の最後で死ぬんだけど、うん、あの、その改、主人公が助けた改造人間は人さらい、うん、で男の子をさらってたの、うんうん。で、そのさらわれた男の子はまた別の組織がさらいに来るんだけど、うん、まあまあ、訳ありの男の子と訳ありの改造人間を助けたって話。うん、あー、なるほどね。うん、で、いいね、うん、まあまあ、で、その訳ありの改造人間が組織に追われてる、うん、追われてて、うん、なおかつその組織に追われてる男の子をなんちゃらかんちゃらと。うん。っていう話ね。まあちょっとハードボイルド系なんだけど、うん、すごい、あの、漫画っぽさが強いっていうか。ああ、僕ね、こういうやっぱちょっと異形は好きですよ。一話見た限りは面白い。うん、なんかあの、ゴレンジャーにピストル、あ、ガンマン仮面っていうのがいたんだけど、それにも似てるねって思ったよ。うん、頭がまんまピストルじゃん。うん。頭はスイングアウトしてグーンって回すからね。ドブ川かなんかに落ちるシーンがあって、うん、やべ、水は錆びるっつって、うん、頭のあの、断層をスイングアウトしてグーンって回す。へぇー。あー、公式サイトのキャラクター紹介見たら主人公以外に異様はいねえな。あ、なるほどね。一話だけしか出てない。ああ、でもこのね、頭がピストリでまんまでこのか、かっこいいね。で、あと、好き。うん。頭のその、ピストロのトリガーは、うん、あの、俺が認めたやつにしか触らせねえ、みたいなこと言ってて。うん。で、未だかつて主人公がその認めたやつっての一人もいないから、うん、誰もその頭の銃をぶっ放したことがないって話、ね。え、待って、これ。え、トリガーはこれ自分で撃てないの？え、後頭部についてて自分じゃ撃てないよ。あ、そうなの？トリガー。あ、違う、俺が考えてたのは、頭が銃じゃん、うん。だから攻撃するとき頭から弾がボーッと飛ばしてきたかと思ってた。いやいや、ちょっと喧嘩強いおっさんぐらいしかないよ、今は。え、そうなの？え、なんだつまんないの？ちょっと喧嘩強いおっさん、こいつ。え、じゃあ自分じゃ撃てないんだ。撃てない、撃てない。もう認めた相棒が、みたいなセリフが途中、1話の途中であって。ごめん、それさ、ごめん、兵器が不便なだけじゃん。なんか多分これ二人一組で動く兵器じゃねえの？いやだったらさ、もっと別の場所につければよかったじゃん。まあ、つか、頭なんかやっちゃったらね、首の骨折れるからね。うん。胸とかにやってなんか、バーン。お腹ぐらいがちょうどいいんじゃない？全然。そうそうそう。まあそこら辺はほら、漫画だから。イデオンガンみたいに。
まあ、漫画だ。しかも、これ銃ね、頭の、うんうん、なんだろう、断層っていうのかな、うん、ほら、回るとこあるでしょ、カートリッジが入るところに対して、重心が短すぎるんだ、これ、砂ブドウズって言うんだけど、うんうん、イノシシの花と呼ばれるタイプの形で、うんうん、これ、重心もっとギーンって伸ばさないと、うん、弾の火薬の、作薬のその爆発力っていうの、うん、十分に弾の威力に乗せられないから、うん、重心の短いリボルバーっていうのがね、うん、なんていうの、ホルスターとかに入れて、うんうん、抜き出すときに引っかからないっていう、うん、周りが効く、すぐキャッと引き出せるっていう利点がある形なんだよ。うん、だからせっかくこのめっちゃ太い形にしたのに、うん、この主人公の頭って短い形の重心にしちゃうと意味がないと。なるほどね。もうちょっとこれ主人公の頭長くしてよかったんじゃねって思って。はじめにトランスフォーマーでもね、頭が銃に変形するやついたんだけど、うん、そいつもすごいなんか長くなったよね。それはオートマチックリボルバー？いやーもうなんか頭が銃になるって言っても現実の銃じゃなくて、まあ SF 的な銃になるんだけど、でもなんかすごいその狙撃用でめっちゃ長くなる。はいはい、うん、そう、狙撃用は長い方がいいんだよね、うん。むしろ長くなきゃいけないんだよね。うん、長ければ長いほど、うん、そのほら、小生、手前が V 字で奥が一本ピアって角立ってて、うん、距離が長ければ長いほどブレも減るし、うん、あと弾の安定させる距離も伸びるし、はいはい、弾の初速を与える火薬の爆発力もたくさん乗るし、なるほどね。長ければ長いほどいいことずくめなんだよ。わかりました。次。もう、もう終わりかな？そうだね、今期みたいなのはこれで全部なるほどね。プリパラ再放送しかない。あ、なるほど。わかりました。というわけでそんな感じで皆さんもぜひアニメを見てください。今散々話した中で、うん、今期おすすめは、うん、旗揚げ獣道、旗揚げ獣道、あとは、うん、本月の原画。ああ、だから俺もそれを2つはちょっと面白そうだな。その他の片方、前者はちょっとバカっぽくて、うん、おバカアニメとして、後者はそんなちょっと頭良さそうだから面白そう、うん、下克上と本月だねと、うん、あとは、ま、完全、なんだろう、個人的な趣味だけど、ブロッコリーを応援したいから、ゼックスコード、うん。なるほど。面白いかどうかは、ま、二の次。うん。かな。わかりました。ありがとうございます。結構思ったより時間かかりましたね、これ。1時間ぐらい、1時間以上喋ってんのは？ 1 時間半ぐらいやってますね。結構喋ったな。うん。というわけで、皆さん、ありがとうございました。